敬老の日、座椅子のプレゼントをしたいな。でもどういう風に選ぼう。そうだね、座卓に合わせたロースタイルなシーンに合う座椅子がいいな。なるほど、では早速座椅子生活で選んでみよう。今日は敬老の日にプレゼントしたい座椅子をデザインや機能、予算別のおすすめをご紹介します。早速だけど商品の重視するポイントって何かな。おばあちゃんおしゃれだからデザインかな。なるほど、予算は1万円以下で。そんな方におすすめはモコモコが気持ちいいレバー式座椅子。リラックスタイムを快適に過ごせるモコモコ、ふかふかな座面と背もたれ、レバー操作でリクライニングでき、頭部をサポートしてくれるので快適です。カラーは2色ご用意しています。予算が1万円以上だったら何がおすすめかな。そんな方におすすめは超楽エンタメ座椅子シアターチェアチアーズ。ゆったりくつろげるヘッドサポート&フットサポート。肘にはカップホルダー、座面の低反発ウレタンが心地よい。その他にも嬉しい気配りが盛りだくさん。思わずうたた寝してしまう気持ちよさ。カラーは4色から選べます。なるほど、機能性を重視する場合はどうだろう。うちのおじいちゃんはこっちのタイプかも。では機能性で選ぶ場合の予算1万円以下は。そんな方におすすめは腰の神様がくれた座椅子、ストレスフリーなレバー操作タイプ第4弾。超快適、背もたれレバー式リクライニング。腰の隙間を埋めるので楽にくつろげます。秘密は腰の 3D 神の適能、体を預けられる 3D 座面&背もたれ、首に優しいヘッドサポート機能。カラーは4色から選べます。最後に機能性座椅子の予算1万円以上も知りたい。そんな方におすすめはスプリング座面のモコモコレバー式回転座椅子。ボリューム満点、まるでソファーの座り心地。ポケットコイルスプリング内蔵、しっかり支えるヘッドサポート、レバー操作で楽々リクライニング、立ち座りがしやすい回転式、便利なサイドポケット付き。大切な時間をゆったり最高なものに。カラーは2色から選べます。さて、いかがだったでしょうか。今日は敬老の日にプレゼントしたい座椅子をデザインの予算別、機能の予算別に紹介しました。座椅子生活の特集ページでは敬老の日のプレゼント選びをお手伝いする診断機能もあります。ぜひ試してみてくださいね。よかったら高評価、グッドボタンをよろしくお願いします。あなたにぴったりの座椅子が見つかる座椅子専門サイト、豊富な品揃え、業界ナンバーワン。詳細は座椅子生活公式サイトで検索。